1932年にラテン化新文字で印刷された新聞大衆法ラテン化新文字とは中国語をラテン文字化する方法の一つ。現在ではあまり使われない。中国語では成長に極めて重要な意味があるが、ラテン化新文字には前後の文脈から推定できるとの仮定に基づき、いくつかの例外を除いて成長を表示しない。単に新文字ともいい。 ラテン文字では、ラテンクシャシンウェンズ、シンウェンズ、ラテンクシャシンワンズ、ジャナオラテンクシャシンウェンズ、ビーファンクシャラテンクシャシンウェンズ、ラテンクシャとも表記する。シン文字は、中国語を母語とする人が使うことを目的に作られた、初めてのラテン文字化システムである。ソビエト連邦在住の中国系移民によって、開発された。当初は、 ソ連国内の中国系移民によって使われ、後には中国北部を中心に使われ、300以上の出版物にも利用された。中華人民共和国によって廃止された。ウェード式やイエール式などが主として、外国人が中国語を理解するためのものであるのに、対し、新文字は漢字表記にとって変わるものとして作られた点に特徴がある。 この目的を達成するために、文字には開発国ソ連のキリル文字ではなく、ラテン文字が使われた。同じ時期に作られた国語ローマ字が、ラテン文字を同音でも、成長の違いにより綴りを変えることにより、成長を表すのに対し、新文字は成長を表す工夫を、ほとんどしていない。その代わり、国語ローマ字が、緩和にしか使えないのに対し、 新文字はそれ以外の中国語方言の表記にも使用することができた。新文字の元となる北方花白天下新文字は1928年頃、モスクワの中国ソビエト科学調査研究所によって、ウラジオストクやハバロフスクで働く中国系移民などの教育のために開発された。1929年、モスクワ在住の中国人学者、クシューハクと、 ロシアの言語学者コロコロフは、北方話ラテンカ新文字を改良して、ラテンカ新文字の原型を考案した。1931年、さらにそれを改良して、ソ連の中国学者、アレクセイエフ・ドラグノフ、シュルプリントシン、クシューハク、ショウサン、ワン・シャンバオ、ジョトクリツラが完成した。このシステムは4年間ほどソ連の中国人、移民10万人の間で使われたが、 1936年に、これら中国人移民が中国に送還されて終わりを告げた。ただし開発に携わったソ連の学者は、このローマ自家事業が成功に終わったと語っている。一方、中国本土では、各末弱やジ人のような知識人が新文字の普及を進め、1940年から1942年には、中国共産党が支配していた先生賞。 韓縮省、名華海賊自治区のような中国北部の辺境で使われた。新文字は中国北部の識字率を上げたシステムとして非常に重要であり、300以上の出版物、総計50万冊に使われた。1944年、中国共産党は新文字を教えられる教師が不足していることを理由に、公式文書の記録文字としての新文字使用を中止した。 その後の1949年11月に中国東北部の鉄道の電信で新文字が使われた例が見つかっている。新文字は異なる中国語方言を表現するために13の体系が作られている。下記に示すのはそのうちの一つで北方の緩和方言を表すために作られたものである。新文字で使われる文字はピニンで使われる文字と似ている。しかし、 死刑高校外音の破殺音と南高外音の破裂音に同じ文字が使われる。そのため、北京は、ベージュリングと表記される。また文字 X が、H と、の両方に使われるため、A、えっと、下はそれぞれ、さあ、視野と書かれる。新文字は、尖り段という伝統的な特徴を持つが、北方方言の一部では、 その区別が失ったため、死刑高校概要の G、K、X と Z、C、S の間に若干の混乱が見られる。例えば、真は真文字では、真とも、真とも書かれることがある。1、E と、家は G、K、X の後に着くと、O、用と書かれる。例えば、歌う歌は、午後、学生は、在予選となる。二は真文字では、 iou と書かれるが、同じ発音でも他の場合は、iu と書かれる。これは、中国語では、u の文字を頻繁に使うためである。3. 案が単独で使われる場合には、ウェングと書かれる4ピンインでは、zh, ch, SH、r, z, c, s の後に置かれる、i の文字は、C 文字では使われない。ピンンと同様に、新文字は文字ごとではなく、 単語ごとに分かち書きする。そのため、母音で始まる字が二文字目に来る場合には、二重母音と混同しないように文字の置き換えや追加を行っている。例えば、i で始まる音節 I, in、ing には、J が付加されてジ、ジン、ジングとなる。つまり、注意する愛を、ジアウェイと書くと、注意と読み間違うから、新文字では、ザジーと書く。U で始まる音節は、 u の代わりに、w で表す。つまり、うアうい、うを、うんなどの代わりに、は、y を、ウェンで表す。y で始まる音節 y ヤンイエなどは頭に、j をつけてジ、G、ジアンジャイとなる。例えば、命運、ミニンは、ミンジョンではなく、ミンジンとなる。また、a や o の前には、アポストロフィーをつけて、音節を区切る。新文字には、 成長記号がないので、本来であれば、同音にならない、語同士での、同音異義語が多発する。このため、よく使われる語については、例外が設けられている。例えば、いと、売りは耳で聞けば、A の成長が異なるので違うことわかるが、新文字の原則をそのまま使うと同じ前になってしまう。これを防ぐため、新文字では前者を、 校舎を前いと書く。ありがとうございます。